どうも岩佐です。岩佐のお品でございます。今でもよく使っているものが、中心になると思いますので、本日はバッグです。あ、まだ布がかかってますね。ちょっと開封しますね。いいですか？いいですか？カバンを見てすぐ分かった方もいらっしゃるかもしれないですね。本日のお品はバレックストラのブリーフバッグです。これはですね、僕が10年とかもうちょっと前かもしれないですね、ミラノで購入したものですね。まあ、なぜこう、バレックストラ僕のお品かと言いますとですね、もう非常に思い出がたくさんありまして、実はこのバッグ自体が、僕のファーストバレックストラというわけではなく、大学生の頃に、ずっとこうフランスのカミューフォルネというところの財布なんかを使ってたんですが、ちょっと買い替える機会がございまして、ちょっと古くなってきて、クラシックなイタリアのもので何かないかなとこう結構探してまして、そんな中見つけたのがイタリアのエルメスと称されるこのバレックストラ財布とかカバンにこう憧れを抱くようになりまして、まず財布から手に入れたのがきっかけですね。でそれを使ってまして、非常にこう物持ちが良かったんで気に入っておりまして、いつかカバンを手に入れたいなと思ってました。でそのカバンの中でも特に今回のこのお品、キーに特徴があるんですが、これバレックストラが特許取っておりまして、シャーロック・ホームズとここに文字が入ってるんですけど、ダイヤル式のキーなんですね。これがついているカバンをどうしてもこういつか手に入れたくて、探しまくってたわけじゃないです。もう簡単に買える値段じゃないんで、当時から高かったですけど、今ではもう40万とかするんじゃないですかね。もう特にこのシャーロック・ホームズキーがついているだけでぐんとこう値段も、上がるんですが、西デ P 一緒でしたかね、手に入れた日、はい、西デ P が知ってるかどうかは分かんないんですが、当時あまりにこう旅費が出なくてですね、バレックストラのミラノにあるアウトレットショップで、あるんですよ、ミラノにアウトレットショップがあることを僕が調べて探し当てまして、破格値で安く買ってそれを旅費にしてたことが本当にあるんです。必ず寄るミラノのスポットはバレックストラのアウトレットでしたね。絶対寄ってました。仕事が忙しくてもその合間に、そこで、毎回行ってたんですが、ある日こう、10年以上前ですかね、西デピーと行った際にですね、あの憧れのシャーロック・ホームズキーのブリーフがあったんですよね。僕らが行く時期って特に冬なんかはセール時期なんで、もともと半額ぐらいで売られてるのにもかかわらず、その半額の半額とかなんですね。なのでこれ手に入れた値段は本当に5万アンダーだと思います。400ユーロとかそれぐらい手に入れたと思いますね。非常にその時ものすごく気持ちが高ぶったのを覚えてますね。しかも白でしょ、こういう微妙な色しかなかったりするんですよね。もう色違いは全然なくてこれしかなかったんですが、バッグはそんなにこうたくさん持つものじゃないと思ってるんで、こういう派手な色でもいいんじゃないかなと思って、また別の機会にもう一個持ってるんですが、実は、緑も買いまして、緑とこの白2つ持ってますね。気に入ってますね。特にこの白い方、アイボリーというんですかね、色目もそうですし、このシルバーの金具の方が少ないんです。ゴールドが多くてですね、あまり大きくないんですね。これ本当にこうクラッチをちょっとこう蓋つけてハンドルつけたぐらい、ひょっとしたらバレックストラのホームページ上ではクラッチバッグのところに載ってるかもしれないです。今でも物があるとしたらクラッチバッグのところに載ってるかもしれないですね。中もすごくてですね、全部革なんですね。もう全部革でできてまして、普通はもうキャンバスとか貼ったりするところも多いんですけども、全部革で、もう革と金具と糸だけみたいな感じですかね。はい、結構重たいんですけどね、すごく気に入ってますね。これに iPad やら書類やら入れてピッティに行くと、もう腕つるんですけどね。ですんで最近 iPad だけで行ってるかもしれないんですけど、一応こう出張の時に携えている頻度の高いアイテムではありますね。でシャーロック・ホームズキーなんですが、何がやねんっていう感じですよね。実際こうひねってこう0から9かな、カチッ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 とか、もう最初は全部デフォルト0にしています。一つでもひねると開かないと。でこれで好きな数字を、0から9までの数字をこう自分で設定して、それでひねって開けるという
で一応パテント取ってるんで、これはい特許ですね。はい、基本的に使うのはやっぱりドレススタイルの時が中心ですね。やっぱりピッティ初日、全員スーツにネクタイみたいな日があるんですけど、そういう時やっぱりこういうカバンで、イタリア人もこれやっぱ分かるんですよね。素晴らしいカバンだねってやっぱり何回も今まで言われました。すごい嬉しい。こういうものはやっぱりイタリア人にもいいねって言ってくれるんですよね。やっぱりオーラがありますし、パッと見バレクストラって分からないんですよ。どこにも書いてないんで分からないのに、皆さん分かるんですよね。これがバレクストラっていうの。バレクストラね、実はねここにしか書いてないんです。これここの辺ちょっと書いてるだけなんですけどね。でもそれぐらいオーラのあるカバンということで、これは大切にした方がいいよってイタリア人にもよく言われますね。はい、実際非常に強いです。コバも結構使ってるんですけどね、全然へたって切れないですし、あとアウトレットで買ったんですけどケアもしてくれるみたいでして、ちょうど僕、まあ、アウトレットばっかりで買ってるわけではなくて、ミラノの本店でも買ったことあるんですね財布は。ちょうど僕が財布を買っている時にイタリアの老人の方が来られて、ちょうど修理をこう受け取るシーンがあったんです。すごくこう年季の入った財布を何年とかじゃなくて10年20年使ってるんじゃないかなっていうような年金の入り方だったんで、そういうブランドなんだと思います。やっぱり何十年とこう使って大切にしていってケアをして長く愛せるブランドなんかなと思いますね。今ではねこうなんか軽さとか機能性とか防水とかですか、そういうカバンもね実際最近ちょっと持ってたりはするんですけど、やっぱりビシッとクラシックで決めたいときはこのカバンナンバーワンですね。もっともっと色も欲しいんですけど、なかなか見つからないのと高いので、はい、あのアウトレットにも毎回あるわけじゃないんで、はい、これに関してはもうコツコツ違う色も集めていきたいなと思っておりますね。岩佐のお品ね、洋服ばかりじゃなくてこういう小物とか靴とかね、ネタ切れする心配されることもあるんですけどね、もし何かリクエストがあったらあのコメントとかでリクエストをいただいたらちょっと考えてまいりますんで、ぜひコメントお待ちしております。ではまたよろしくお願いします。